切腹の様子を再現した写真。実際はこれよりも余裕のある配置になるが、レンズの画角が狭いためこのような配置になっている。人物の位置関係は構図の都合上ほぼ横並びになっている。後方で刀を振り上げているのが解釈人。実際は切腹する人物の後ろではなくほぼ左横に配される。解釈は切腹に際し、本人を即死させて、 その負担と苦痛を軽減するため、介助者が背後から切腹人の首を刀できる行為。腹部を切開しただけでは、人は即死しない。従って、切腹では、滑腹の後、自らの喉を突き通したり心臓を刺すことが正式な、作法であったが、現実問題として難しい場合が多かった。そこで切腹を行う者の負担を軽減し、 また即死できない本人が集体を見せることのないよう、背後から首を切って、切腹を手伝う者が必要になった。後に、切腹の儀礼化が進むと、解釈は切腹の一部となり、足の運びや刀の構え方などの作法も確立した。首を刀で切り落とすのには、首の骨の関節を切る、また、首の皮一枚を残すなどいくつかの作法が存在する。 頭部を完全に切断せず首の皮で胴体につなげた状態とするのは胸の前にぶら下がった頭の重みで切腹者を前のめりの状態で死なせる配慮で首が落ちずに危うくつながる意味の首の皮一枚という表現はここから出た。すなわち本来の首の皮一枚という状態は別に命が助かったわけではない。切腹の儀礼化がさらに進んだ江戸時代中期以降になると いわゆる、センスバラで、切腹人が消灯、脇差しに見立てたセンスに手を伸ばそうとした瞬間に、解釈することもあった。また、首の皮一枚を残すということが、切腹、不名誉な斬首形を表している。剣の扱いに、未熟なものは手元を誤って切り、そこね、何度も首に切りつけたり、刀を損傷してしまうことも多々あった。三島事件の際に解釈した、 森田筆勝は二度切り、損ねた上に刀を曲げてしまった。解釈の不手際は切腹人を苦しめるのみならず、面目を失する行為とされたため、解釈人は通例として、剣の腕の立つ者が選ばれた。解釈は、居合道の形として、現代でも伝承が続いている。解釈の形を伝える流派は、無双時気伝営神流に波流された大森流などで、ある。 無双神電流では順当とも呼ばれる。切腹に限らず解釈の語には補助するという広い意味もある。鉄骨などをクレーンで吊り上げるとき、補助者がロープなどで揺れを抑えることを解釈すると呼称し、舞台芸能では世話をすることを解釈と称する。例えば文楽などの古典芸能では小道具の受け渡しを解釈と呼ぶ。現代の演劇では 幕の開閉や役者の動作の補助などを解釈と呼ぶ。照明などの角度を変更するための解釈棒という道具もある。ありがとうございます。